いや、金工事でルシファーでは今日まだ新数学演習新しいを解くんだけど、ちょっと予告。OHC、ショガカメラってやつを、これから、買う予定なんで、それ買ったらそちら側からやる予定ですから、つまり手元を映すようにできるようになるんで、今度は。今ちょっともうちょっと我慢してほしいんだけど、ちょっと、それ、OHC を買ってから、買ったらもっと見やすくなるから、じゃあそんな感じ。じゃあ、行きます。で、10の11番、複素数 z に対し、オメガイコール iz 乗得、カッコ1、z イコール a コサインシータ、y コサインシータ、カッコで a は正の実数において、シータが0、シータが0度以上90以下の範囲を超えると、オメガが約図形を、複素数平面上随筆だと思うんで、10の11番、カッコ1、z イコール a コサインシータプラス、i サインシータ、シータ、これ丸1でしょうか、丸1と置くと z 次乗イコール a 次乗コサイン2シータプラス i サイン2シータ、2シータなので、オメガイコール iz 次乗イコールA 次乗、マイナスサイン 2シータプラス、I コサイン 2シータ。これを丸2としとこうか。丸2イコール、A 次乗コサイン、2シータプラス2分の π。π、プラス i さえ2シータプラス2分の π かな。だな、確かにそうだな。で、これを丸3として より、シータが0度以上90度以下の時、ちょっとどうしようかな。ここ90度に変えとこうか。90度、ここ90度に変えときますね。 2π でもいいけどさ、90度、2シータプラス90度というのは、90度以上、270度以下だから、だからオメガってのはどういう奇跡かというと、IMRE、90度から270度、こうですか、だからこれが A 次乗として、マイナス A、こう A 次乗として、だから奇跡は、ウェズの不等線となります。で、括弧に、z イコール 1プラス、yi の時、z 次乗イコール、z 次乗イコール、そうね、1-y 次乗プラス、2yi だから、ということでオメガイコールマイナス 2y プラス、1-y 次乗 i かつ、オメガ、
オメガイコール X プラス YYYI。YIYIXXY は、Y は実数。実数と、として、Y イコールマイナス2分の1 XXX、Y イコール、Y イコール、y イコール1-y 乗イコール 1-4分の1 x 乗となるか。 x 乗、よって r 軸、I も y 軸として、y 軸として xy、 ここが1でここが2か。あ、ちょっと歪んじゃったけど、まあ、y イコール1-4分の x 乗、として奇跡、奇跡は、サズの不等線となります。ちょっと字が汚いね。サズの太線。こうなります。こういう放物線です。次、カッコ3。カッコに読んだっけ？カッコ、ちょ、ごめんなさい。さっきカッコに読み忘れたんだけど、Z イコール X プラス YI、XY 実数が直線 X イコール1乗動くという、オメガが描く図形を複素平面上に図してよって、複素平面図してよって文章で。ごめんなさい。さっきカッコに読み忘れた。ごめんなさいね。次、カッコ3。Z イコール X プラス IY、XY 実数において XY が、X は 0以上1以下、 Y が0以上1以下、 X 乗プラス Y 乗が1以上満たしたら動くという、オメガが動く範囲を複素平面上に随筆よって問題。じゃあやってみますか。丸1の時、まず、x 乗プラス y 乗イコール、a 乗ですか。a 乗1より a は1以上。これが言えますよ。まずこれが、だから a 乗っていうのは、 a 乗って1以上。はい、これが、これ何番にしようかな。これ丸4か。丸4にしましょう。丸4。X が0より大きく1、X イコール、A コサインシータが1以下、0以上、y イコール a サインシータが1以下の時、やはりオメガイコール x プラス yiXY は実数と置くと、X イコール、
マイナス A 事乗サイン2θ イコールマイナス2の AAA コサインシータ AAサインシータイコールマイナス 2xxyy となりy イコールちょっと訂正があるy イコールちょっと訂正があるな a 事乗 コサイン2θ コサイン 2θ イコール a コサイン事乗 θ 引く a サイン2乗シータイコール x乗引く y事乗となりちょっと訂正なんだけど x 乗プラス y 乗イコール x 乗プラス y 事乗のルートこれのルートが1乗より x 乗プラス y 事乗が1乗これどうしようかな。さっきのこの この部分の条件の変更だから丸4ダッシュでもしときましょう。丸4ダッシュ。XY をどう表そうかな。ちょっと1で。y イコール0の時0の時そうねx イコール0 y イコール x 事乗よりy は0 y というのは0以上1以下である 1以下丸4とから丸4ダッシュとから xy というのは0と1のみですね。はい、これしかないか、まあ、ほとんど無視しても構わない。に、y ナットイコール0の0の時、0の時、これを丸ごとして、これを丸としとこうか。どうしようかな。ちょっと待って、あんまうまくなかったかな、これ。
ちょっとなんかもたついてるんですけど、どうしようかね。X 字上と Y 字上で企画した方がいいか。どうしようかな。ちょっとこれいらなかったかもしれない。ごめんなさい。残しとくけど、まず丸5より、X っていうのは0以下であるマイナス2以上であると。マイナス2以上。丸5、丸6より、ちょっとここの処理もたついてるんですが、X 乗 Y 乗イコール、4分の X 乗か。X 乗 Y 乗。であり、X 乗引く Y 乗が Y ですね。どう出そうか。マイナス Y。マイナス Y にしとこうか。よって。よって、そうね。T 乗プラス 4X 乗 T プラス T プラス Y か。ま、Y だな、Y イコール0は、T イコール X 乗と、マイナス Y 乗。で、X 乗っていうのは0以上1以下で、マイナス Y 乗っていうのは0、マイナス1以上0、0以下だから、これ ⑧ としてより ⑧ が ⑧ が T が、マイナス1以上0以下と、T が0以上1以下にそれぞれ1個ずつ解を持てばいい。1個ずつ解を持つ。解を持つのだから、結局FT イコール T 乗プラス4分の X 乗 T プラス Y として、F マイナス1イコール 1-4X 乗プラス Y が、Y が0以上、F0 イコールは Y が、あ、0以下、F1 イコール1プラス 4分の X 乗プラス Y が0以上が言えるかとなるのか、とな、1、2より、1、2より奇跡を図すれば、どうなるかといったら、また X 軸 Y 軸を使いますと、こ、こ、
この外だよね。こいつの外。この外にあって、まず01は含むけど、あんま10じゃないから、この外で、Y が0以下ですけど、 Y が0以下、ここの領域で、Y というのは 4X乗引く1以上、また Y というのは、マイナス 4X乗引く1以下だから、マイナス 1?こうですね、こうか。これが y イコール 4分の x 乗引く1、こっちが y イコールマイナス 4x 乗引く1か、ここより上でこっち上だから、まあ、この間ってことになるか。この間かな。この間ですかね。だな、多分そうだな。ここの間ですか。より、求める図形は。図形は上図の斜線部。境界を含めます。はい、こうです。あれ、01含むか。ちょっと待って。ちょっと待って、おかしいな。01を含む。あれ、変だな。Y が0以下。ちょっと待ってくれ。なんかおかしいな。ん？なんか変ですね。おかしいですね。0、01ですか。01おかしいな。あれ？変だね。なんか変だね。なんか変だ。おかしいな。マイナス4。ちょっとなんかおかしいね。なんだろうね、これ。なんだろう、何かおかしい気がするな。なんだろうな、これな。なんでおかしいんだ、これは。なんか変だぞ。なんでだ。
Y が0以下。01って正しいのかな、これ。 Y が0、これ、ところでこいついらないか。1は消去しましょう。1消去ね、1消去します。いりませんから、ここ消去しました。ここは消去、ここは消去ですね。1はなんかよくわかんないんです。間違えてたらしいので、ここの1の部分の議論いらないか、消去。合ってんのかな。 X が0、0って2未満か。そうか、そうか、分かった、分かった。こっちいらねえや。こっちはいらないです。分かった、分かりました。こっちいりません、こっちいりません。ここだ、ここです。こいつです、ここです。X、この条件があるから、こっちだけだ、こっちだけ。こっちだけは、こっちはいらないです。どうかな、いいかな、多分 OK だと思うが。じゃあ、いや、ちょっと採点してみますか、採点しよう。私の回答は全体とはこんな感じになりました。全体度はこんな感じ。ちょっとここ消去したら、ちょっとおかしいか、議論が。私の回答、ここになった、この部分になった。じゃあどうかな。10の11番、ちょっと25分ぐらいかかった。10の11番は、40分問題、1位の40分。どうかな。ああ、そうか。結論から言うと間違えてますね。どうしようかな、この動画な。ちょっと間違えてるけど、たまには間違えることまで検討しましょう。カッコ1。カッコ1はここで OK だ。ちょっとこの問題間違えた。間違えました。この問題間違えた。カッコ1、カッコ1、これで正解。カッコ2は、やっぱ 1-4x 以上だね。これ、カッコ2も、カッコ2もこの図形で OK。カッコ3が間違えてしまった。カッコさんが間違えてますね。どうするんだろうね、これ。カッコさん、×なんですよ。どうしてかな、これな。なんかと、たぶんね、ちょっと待って、カッコさん、×です、いずれにせよ。×。カッコさん、おかしいです。この図形、あ、ちょっと待ってよ。あ、惜しかったんだ、そうか。あ、惜しかった。ちょ、三角、×じゃねえ、三角だ、これ。三角でした。こっちがなかった。こっち入れてなく正解でした。こっち、ここがなかったです。ここがない。何が間違えてるんですか。ちょっと待ってね。ちょっと待ってね。何を間違えたかな。なんか分かった。分かった。何を間違えたか。ちょっと待って。ちょっと待って。何を間違えたかな。この回答、こっち部分がないんですよ。私、こちら側忘れてるんだよね。こっちの領域なんで加わらないんだろうね。ちょっとわからないんだが。どこを間違えたのか、これは合ってるよね。何を間違えた、検討しましょう。ちょっとわかんないんだ。いや、これ三角ぐらいです。三角ぐらいですね。何を間違えたか、これ合ってる、合っている。これも合っているな、ここも合っている。X 乗か、 X マイナス Y 乗がマイナス4分の1、これも合っています。X 乗引く Y 乗が Y を折っています。ちょっと待って、厳密に検討しような。なんで間違えたか、検討するのも重要だから。これも合っている。 X 乗分マイナス Y 乗0、 X
で0以上1以下とマイナス1以上0以下があるって分かってますよね。何を間違えたんだこれ。ちょっと待って、あれおかしいな、何を間違えたんですかねこれね。なんでだろうな。なんかこの辺りの議論に何か問題あったんですかね、ちょっとね分かんないんだが、同期性が壊れてんのかなこれな。なんか多分同期性が壊れました、多分これ多分ね、これ合ってんだけどさ、同期性が壊れてるから多分事情したところでなんか同期性がぶっ壊れた、多分と多分そういうことは多分ね、これ一応3回くらいもらえるかもしれない、ここの領域がないから、ということはやっぱ同期性が壊れた、ちょっとおかしな議論してる、ちょっとね、やっぱ罰に近いかもしれない、もしかしたら。そうね、そうね、どうなんだろうね、やっぱ Y、 やっぱちょっとどうなんだろうな、x×y=2 分の x、x 乗引く y 乗が、ちょっとなんか同質性が壊れたと思います、多分同質性が壊れてます、おそらく議論が曖昧です、これを解かないんじゃない、事情したことでなんか同質性が壊れている、どう解くんだこれ、ちょっと待って、xy=2分の x、 ちょっと なんかね多分ね、事情したところで同質性が壊れてるから、どうしようかな、これのやり方が分かんないんだが、どうしようか、やっぱ y=0 の時の議論じゃなくて別にしたらよかった、y=0 にして、x=-2y/x として、ということで、y が0かどうかで場合でさっきの議論にして、2y分の x 乗引く y、 あ、ごめんなさい、ちょっと、x、 あ、そうね、2y分の x 乗引く y 乗が y にして、ちょっとわかんないな、これどういうことだろうな、y 乗、ちょっと多分同値性が壊れたと思うんですけど、どう議論するのがいいかな、y 乗、プラス 4分の x 乗=0、どういうことだ、ちょっと議論中だけど、どうするかな、あとだから、あとは x が0以上1以下って条件とか使ってうまく導いていくんですけど、ちょっとすいません、あのね、ちょっと括弧3ね、いずれにせよね、事情したことで同値性が壊れちゃったらしいから、どうやららしい、もう一回ちょっと回答お見せしよう、回答はこんな感じ、私の回答と違う、この回答は、これ、z イコー x プラス、線分 BC 乗動くとき、z イコー x プラスで、x は0以上1以下だから、ここの、y イコー4分の x 乗引く1の、0、x は0、マイナス2乗で0以下の部分になる。z がこう、AC 乗動くとき、A イコー1として DF 乗。なんかちょっと、あれ、でもこの回答さ、
この回答なんか、なんかね、端だけ議論、端っこだけ議論してるけど、何かちょっと、要するに中に入っちゃうこと前提条件としては、何かちょっといい、あんまり良い回答じゃん、回答には見えないな、これな。どうなんだろうね、ちょっとね、意外と議論が難しいよな、これな。ちょっと待って、これちょっと確かに中入るとは、端を調べたら中に入るとは思うんだけどさ、ちょっとさ、ちょっと議論が曖昧だよね、この問題ね。ちょっとね。多分、いずれにせよ、私の間違いとしては、さっき、X イコールマイナスに XY って式が出たと思うけど、そこを自浄して、うまく処理しようとしたとき、ちょっと同値性が壊れてます。やっぱり。だから上の部分が忘れてますから。ちょっと、あと、模範解答もあんまり良くないわな、これな。模範解答がなんかもう納得できないんだけど、ちょっともっといい回答ないかな。ちょっとね、考えときますね。じゃあ今回はちょっと課題、これ課題ってことにしてください。じゃあまたね、バイバイ。